そんなもんね、折り込みね、1万枚巻いたとしても意味ないですから、手で巻いた方がマシですよ。あれですよ、やっぱ祭りというかイベント自体が、盛り上がったのが12時から2時ぐらいで、瀬野さんが来たのが3時半ぐらいだったんですね。で、ちょっとね、お酒飲んだ人たちが暴れちゃったりで、警察の方が来ちゃいましたけど、祭りがですね、しかも撤収ってなっちゃったんですね。30枚ぐらいしか配れなかったよ、どうしようみたいな今感じで、とりあえず川を歩いてる感じです。以上です。跳ねてね。一生懸命やっております。時間がない中、一人一人にですね、確実に配りまして、おそらく何人かは来てくれるかと思います。なので瀬野さんを責めないでください。お願いいたします。難しいっちゃ難しいよね。で、まあ、配って、まあ、心よくもらっていただいた方で、150。2個玉は30なんで、計は180です。それ150どこに？150は僕がここに来る前にもう配ってきました。もうここに来る前に150僕配ってきたんで。おう、あ、じゃあ僕10枚ぐらいもらいましょうか。10枚も、はい、いいの？これ結構知り合いの店とか多いから。しゃあ20枚。20枚、はい、本当に、はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。山本君は？はい、マイク。本当？ちゃんとマイクな。じゃあ30枚で。よろしくお願いします。よし。おい、樋口。お前何枚配るの？はい、よろしく。あ、はい。何枚？50も？本当に？本当に？よっしゃ。じゃあ約50枚で。はい。はい。ちゃんと数えろよ。あ、小沢さん。ねえじゃん。配ってるでしょ。まあまあじゃない。まあまあじゃない。あと一人に1枚手渡しじゃないですか。こんな企画自体。でも50枚欲しいっていう。いや違う違う。1万人手渡しだから1万人に渡すんでしょ。とりあえずズームですから、今後はちゃんと、はい、1枚ずつ分けてください。分かりました。じゃあ、あと9800枚。手渡しでいきます。えいえいおー。初めてエヴァ。まあ、昔行ったことあるの？本当あるけど。本当あるんかい。どこのバー？名古屋のバー。名古屋のバー。名古屋のバーに何しに行くの？いや、だからこれはあんまり…なんでおー、ほんで。なんでこれ。お芝居やってるんですけれども、はい、お願いします。あ、本当ですか。あ、噂ですよね。そうです。はいはいはい、ついつい時間作ってきます。もしよかったらそこら辺に貼ってもいいですか。あ、全然いいですよ。本当ですか。